はい、今回は、棋聖戦の、第2局、1日目をやりたいと思います。はい、それでは、お願いします。井山さんの戦勝で迎えました、第2局目ですね。はい、井山さんの黒番です。はい、はい、河野さんはね、一番地に辛い戦法で打たれてますね。はい、黒も別に開いて打ってても普通なんですけど、はい、この石はさばきにしようとして、打たれましたね。はい、これもし跳ねるとまた跳ね返して、こうやったらまたどんどんね、手を抜こうということですね。はい、こうやるか、こちらに挟むかね、分かりませんが、はい、調子を与えないように述べました。はい、こういう進行はね、ちょっと珍しいでしょうかね。当然受けたりこう忙しく打ったりすることもできたと思うんですけど、はい、はい、で、黒もね、品よく伸びました。はい、で、三々ですね。抑えの方向もね、ちょっとこちらがちょっと素空きな意味もあるので、こちらの方が自然なような気もするんですけど、で、例えばこちらとかに構えて、はい、当然こちらもあったと思うんですけどね、実戦は こちらの、方向にしましたね。はい、抑えるとこう切り込もうっていうことでしょうかね。はい、この形を目指したんでしょうかね。はい、はい、黒も、白も、注文を外してといいますか、はい、こちらを選択されました。はい、で、ここからね、この抑え込みに、ちょっと一局打とうということですね。はい、はい、で、割り込みですね。はい、割り込みが気持ちいいところですね。打ちたかった手ですね。はい、ここってそうですね、膨らんでこう下がって、こういうのもちょっと辛いでしょうかね。ただこう切りをちょっと見てますんで、こういうのもねありそうな気もするんですけど、桂馬が絶好でしょうかね。はい、ただここも好点ですけど、こちらも大きいですからね、ここを打つのか微妙ですね。はい、実戦を割り込んで、このように謝るっていうちょっと選択はちょっとできないんですね、さすがに辛すぎますんで。はい、勢いこのような、別れとなりました。はい、一応ね、白地が黒地になったので、黒は不満ないんじゃないかなと思いますが。こう跳ねですね、跳ねも変わった手というか、はい、これをだけ決めて跳ね継ぎで、はい、カケ継ぎですね。はい、はい、で、白もこちらでね、これも結構自信ある手ですね。もし形勢悪いと思ってたらこちらで構えそうなもんなので、はい、これとかね、いっぱいに詰めたり何かしそうなものなんですが、じっくり、これも自信の一着です。お互い自信を持っているような、はい、イメージですね。はい、当然こちら構えて、はい、はい、打ち込んでいってツケを利かして、はい、二間開き打って、はい、ここで封じ手となりましたね。はい、白は何かこちらとかね、こちらとか打てばこの石はさばくことができるんですけど、例えばこのようになった時にこの石はね、簡単にさばくことができるんですけど、ここを打たれてここ継がれるとね、あまりにも大きいので、この展開はね、ちょっと白まずいんじゃないかなと思いますね。はい、ですからとりあえず切りがね、実利だけでも大きいので、僕はここを一応予想しますね。はい、この石はこう打たれたらこうつけるとか、打つこともできますんで、死ぬことはまだないですね。はい、なので一応ね、この切りを予想して、予想してみたいと思います。はい、じゃあそれではね、また明日楽しみにしたいと思います。はい、じゃあこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。